ポンサーさんの一つのプランとして、はい、ヘリコプター買って年間5億円で5億払う価値がある。今日はですね、株式会社クレイディセゾンさん、 YouTube チャンネルサイソンカズヤさんとコラボさせていただけるということなんですけども、サイソンカズヤさんのチャンネルではアスリート辻本亮、フットゴルファー辻本亮としての対談動画を5本ぐらい出させていただいてるんですけども、僕の方ではですねガチのスポンサー交渉をしようかなと。なかなか見せないところなんですけど、ガチで交渉してだん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 ちょけます。最初はまあ普通にガチの交渉からの、これはちょっと言い過ぎやろ、要求やばすぎやろっていうところからの、最後もはわけわからんやんけ、なんやねんそれっていうのまでガチ交渉の中で持っていきたいと。その中でサイソンカズヤさんはどういう反応をするのかというね、まあ検証ですね。ガチでスポンサー取れるのか、リアルは僕ガチで自分でやらせてもらってるんで、そのリアルな部分とぶっ飛んだところとサイソンさんの反応と見ていけたなというふうに思っております。それでは、行っていきたいと思います。概要欄に辻本亮さんの YouTube チャンネルも貼ってありますので、じゃあ長きにわたりありがとうございました。ありがとうございました。 OK ですか。はい、そう、丸山桂里奈さん、そう、僕日体大でなんで、はい、そう、先輩なんですよ。川澄奈穂美さんとかも。だから日体のサッカー部じゃないですか。相当野球うまいんですよね。いや、うまくないですよ、下手くそっす。いやいや、日体大ってやばいっすよ。カメラあれっすか、ガチ相談っていうか、うん、さっきも、うん、対談中に言わせてもらってたんですけど、スポンサーさん本当に探してて、うん、クレディセゾンさん一緒にやっていただけないかなって、おいっていうのをちょっと思ってて、はい、おお、ですけど5分ぐらい時間もらっていいですか。いいですよ、全然いいですよ。資料持ってきたんです。ああ、全然いいですよ。いいですか。はい、超本格的じゃないですか。いやもちろんなんですけど、はいはいはい、すごい、世界一目指してるんですけど、やっぱりどうしてもその金銭的なところで今、うん、試合に行けなかったりとか、はい、チームが、クレディセゾンさんと一緒にやっていきたいなって。おー、イベントとかですか。そうです、イベントだったりとか YouTube チャンネルもまあその一環でなんかタイアップだったりとかっていうのを、はい、例えば背中とかにサイソンカズヤマークとか入るとかもありなの。一番メインのところで年間100万円、はい、年間100万円でやらせてもらってて、まあ、YouTube が一番多いんですけど、ワールドカップにやってきたら、まあ、テレビ入ったりとかっていう露出が一番多いかなっていうのは。すごいじゃないですか。とはまあいろいろなんか、はい、一緒にやらさせてもらえるかなと思ってて、うん、僕スマホケースを作ってるんですけど、はい、年間で1万個ぐらい売り上げてて、はい、スマホケースでフットゴルフが分かるような感じのデザインにしてて、結構渋い感じになって、はい、ボールがカップに入るみたいな、こういうボールに向かってみたいな感じにしてて、はい、でそこのカップのところのマークにそのロゴを入れさせていただいて、はい、僕のロゴをそのカップに入れるってことができるんですね。そうですね、それ超面白いですね。すごいじゃないですか。あとはまあ、はい、YouTube 企画とか一緒にやらせてもらったりとか、はい、スマホケースとか込みで、はいはい、年間で500万、年間で500万でやらさせてもらってるプラン。すごい、いろんなプランあるんですね。YouTube のコラボとか面白いんじゃないですか。セゾンさん、どういうとこに届けたいというか。セゾンって日本代表のサポーティングカンパニーでスポンサーやってるの分かります。はい、我々が狙ってる層は若年層を狙ってるんですよ。クレジットカードって高校卒業予定の方から親御様の承認があれば持てるんですよ。はいはい、できれば一番最初に持つカードっていうのをセゾンカードを持ってもらいたいなっていうのはすごい気持ちがあるんですよ。なので高校卒業した18歳、社会人1年目、2年目の層を獲得したいっていうのはすごい思いはあります。僕の YouTube の視聴者さん的に一番多いのがその層で、はい、半分ぐらいはもう学生層なんで、はい、マッチはするかなっていうのは。それってあれなんですか、年会費とかってかかったりするんですか。年会費がかかるカードもあればかからないカードもあるんですけど、年会費かかるカードでも26歳までは年会費いただけませんよっていうのがあるんですよ。はいはいはい、結構若者にはハマるかもしれないです。なるほどな。そうそう、それで言うとなんか CM 自分で作ろうと
としてて、すごい。 YouTube の僕の動画が年間100本ぐらい、ヘッドゴルフの動画とか、はい、サッカーの動画の間に今から作る CM を毎回挟もうと思ってるんですよ。テレビ の CM みたいな。クレディセゾンさんそのスポンサーしていただけると、クレディセゾンさんの CM をそこに歌ってもらったりとか。それちょっと面白いですね。スポンサーさんの一つのプランとして、はい、1000万で考えてるんですけど、1000万で考えてるんですけど、年間1000万で、それってどうですかね。面白い。広告価値は結構あるかな。今でも普通にテレビ CM とか打つよりかは、はい、ウェブ CM だったりとか YouTube の CM 打った方が魅力的だし、はい、反響も多いですよね。そうですね、やっぱりその年代的にも若者層が多いんで、普段見ていただいてる動画の中での CM が流れるんで、見てくれる層も増えますし、学生の時僕もカードを作りたいけどどこがいいとか分かんないじゃないですか、ってなったら目についたところだったりとかっていうのを作ることが多いと思うんで、その YouTube 用に CM を作って入れたいですね、はい、ああ、はい、例えば僕が YouTube 専用のカードの案内だったりとか、はいはい、別で作っといて、それを差し込んでもらうとか、はいはいはい、そういうのは面白いかもしれないです。それなんか実現できるようになんか一緒にやりたいですね。一緒になんかできることの一つとして、そうですね、若年層っていうのがうちの会社のテーマっていうか、ターゲット。はいはいはい。もう一個、結構これは他の会社さんも迷われてるプランが一枠しかないんですけど、あって、はい、フットゴルフ僕試合結構地方行くみたいな、はい、北関東とか、まあ、海外とか多くて、関西からなんで移動がめちゃめちゃ長いんですよ。なんで僕ヘリコプター買ってヘリコプター買ったんですか。ヘリコプターすごい。それでちょっと移動してるんですけど、そこのヘリコプターにロゴを一つ一枠で募集してる形で、移動ヘリコプターなんで人工衛星とかキャッチして、すごいって出るんですよ。だから一番なんか見られるというか、ヘリコプタープランっていうのが一つあるんですけど、それをまあ年間5億円でやらせてもらってるんですけど、すごいっすね。5億払う価値がある。そうですね、5億の価値はあると思います。最後のプランはもう全部込みですね。スマホだったりとか、まあ、ユニフォーム、CM 全部込みで5億。ヘリコプター。ヘリコプターも、まあ、自由に乗れる。ヘリコプターいいですね。ちょっと検討していただきたい。はい。面白いの考えますね、結構。はい、ちょっとお手洗い。あ、どうぞどうぞ。はい、ちょっとすみません。すごくないですか。すごいです。規模がでかい。ヘリコプター。でもなんかサイソンカップとかやりたいです。サイソン和也カップとか。そう、でもなんか頑張ってるじゃないですか、頑張ってる人はやっぱ僕応援したいですよね。いや、会社でっていうよりかは個人でもそうですし、頑張ってる人を応援しない理由ってないじゃないですか。いや、いいっすよ。面白いっす。なんで笑ってんすか。というドッキリです。えどういうこと。俺めっちゃ真剣に考えてたよ。ドッキリなの。ドッキリです。え、俺真剣にこういう風に経費をこういう風にしたら費用対効果あるなとか、いや若年層取れんだったらいいよなとかってすっごい真剣に考えてたのよ。いや、僕も言いながらめちゃくちゃ考えてくださってるわ。僕もめちゃくちゃなことに対してめちゃめちゃ申し訳ないなと思いながら言ってたんですけど、ヘリコプターの人工衛星ってあ、そういうの本当にあるんだと思って、いや、新しいなと思ったわ俺。一応内容としては、初対面のサイソンさんにスポンサー営業で意味わからん金額とか意味わからんのを提示したらどういう反応するのか。なるほど。意味わかんなくなかったよ。全然意味わかんなくない。これ俺いつも僕思ってんのは、すごいアスリート大変じゃないですか。すごい苦労してて、でもアスリートからもらう言葉だったりとか、アスリートの苦労してる話とかって聞けないじゃないですか。それで僕 YouTube を立ち上げるときに、アスリートの挑戦だったりとか、見ている方になんか勇気を与えたいなっていう思いがあって立ち上げたんですよ。だからアスリートの方を応援したいっていうのは僕が自身が一番思ってるんですよ。でもドッキリだったんでしょ。どうですかヘリコプタープラン。いや、ヘリコプタープランは真剣にいいと思ったよ。作ったらいいな、作ったら。これ回ってんの。これ
出たー。だってこれ見て、普通にあさ、これさ、スポンサー提案資料って普通にさ、え、これ作ってきたの？あ、はい。資料すごいよ。え、これも嘘なの？資料は本当です。ああ、よかったよかった。資料と全然ちゃうことを言い出す。あ、確かに確かに、資料に書いてないことばっかり言ってたね。サイソンさんはもうめちゃくちゃいい方って検証結果。はい、ということでですね、サイソンさんのチャンネルの方で5話分ですかね、そうですね、対談動画も撮らせていただいているので、そちらの方は概要欄貼ってるんで飛んでみてください。ね、いろいろ恋愛の話とかもね、普段本当に僕がなかなか喋らんようなことをグイグイ言っていただいたんで、ちょっと違う一面も見れるかなっていうふうに思うんで、はい、見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。騙されました。